はいどうも皆さんこんにちは、いつおです。ということで、今回は画面を見ていただければ分かる通り、青鬼3ね、スマホアプリの、あの青鬼ですよ。結構前ぐらいに、このチャンネルでもね、青鬼2の、メインストーリーだけ実況で上げてたんだけど、それの青鬼シリーズの最新作青鬼3っていうのが12月に出てて、たけし編、そのストーリーの追加が来てたっぽくて、そんな感じでね、まだまだいろいろ要素が追加されたりしてるんだけど、今回はちょっとね、あることをするために撮影してますあることっていうのは見といてもらえればね、わかるんで、てか多分タイトルとサムネイルでバレてるような気がするけど気にせずやろう。とりあえずだよ、そう、始めるモードがありますと。これが追加されていってる、たけし編、ミカ編かな。でボーナスモードとかもあるとか、たけし編始める、名前はヒロシでいいや、そのままでいこう。怖い、音結構でかくしすぎちゃったかなホラーゲームだからと思って張り切って音めっちゃガンガンで言ってるけど、そう、俺の声聞こえなかったら申し訳ない。ヒロシ編メインストーリーが始まったわけだけど、今回ね、この船の上にいるのはなんでかっていうと、テーマが無人島、そう、無人島に行くらしいんだよね。それで無人島って言ってもそんな小さい島じゃないだろうから、スケールは結構デカめな感じで、とりあえず読み進んでいこうか。もう帰りの船、旅行もついに終わりか。旅行に行ってたんだね。にしてもほのぼの離島ツアーとか渋すぎるよな普通学生の修学旅行ならもっと遊園地とか他にあるだろ。あ、これ修学旅行だったの修学旅行島ってこと。拓郎楽しそうにしてたじゃないですか。悪くはなかったけど。ん、たけし大丈夫か。たけし水分顔色が悪いわよ。たけし君、あ、船酔い中に入っておくよ。相当酔ってるな。だね見た感じ相当酔ってるよね。結構揺れてるしな。仕方ないな、俺らもそばにいてやるか。待ってた、クロウ、みんな中行っちゃった。お、なるほど。操作は結構直感的な感じだね。揺れがひどくなってきたわね。なに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 、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや椅子などに捕まっていてください。やばいな、めっちゃ揺れてるぞ。あ、高波だ。え、大丈夫？はい、土を現れた嵐に飲み込まれ、船は転覆しました。気を失ったのでしょう。その後の記憶はありません。次に目が覚めるとそこは、運よく漂着したようですね。皆さんは本当だよ。なるほど、こんな感じで無人島のやつが始まっていくんだ。人工的に作られた道のようだ。無人島なんだけど人がいた痕跡とかがあるんだね。こんな感じで始まっていくのが本作のメインストーリー、ヒロシ編なんだけど、今回やるのはこの動画のメインはね、これじゃなく、ヒロシ編はヒロシ編なんだけど、何かっていうと、この神様のYouTube 界の神様の名前を入れると、ヒカキンさん、そして始めると、あれ、これは同じかっていうような始まり方だけど、ちょっと違うな。これは戦場で起きた、とてもとてもとってもとっても
怖くない話怖くないんかいっていう。おいや楽しかったな修学旅行。あ、一応修学旅行の話なんだね。修学旅行帰りの話なんだね。お土産もたくさん買えたしよかった。もう帰りの船だなんてあっという間でしたね。うう、どうしたんだよたけし、浮かない顔して。いや実はな、なんだ船酔いかまたあー船酔いしまくるな。ははははなんだ、全く驚きましたよたけし。うう、仕方ないな、外の空気でも吸えば治るさ。あ、外行く行く。ほう、どうだ、少しは楽になったか。あ、あ、ん？うわ、なんか変な化け物が。え？いきなり見たことがあるぞ、この顔は。すごい見覚えがある。ブン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 って。いや、もう、はてなはてなはてなの意味はなしてないけどね。みんな食う。え、急に、急にホラーだよ。あいつ見たことがあるような気もするが。とにかく逃げた方が良さそうだ。ブンブンって何？キャー本当だよ。あれは何者？待て、待て。え、これ来るの？ジャンプ？え、やばい。みんなのところへ早く逃げないと。え、来るの？もう。いや、まだ来てはない。追いかけ、あ、追いかけて来てるわ。みんなのところってどこ？は？お。下しかない。おおお、やべえやべえやべえ、ちょっと待って、下行ける？行ける行ける。まだ来る？それ何？あ、ここ隠れるの？え、でもやばくない？バレたくない？あ、いやもっと早く、うわー、あ怖い。次下降りて。結構なスピードで向かってくる。こっち行って、こっち行って、こっち行って。あ、逃げた？音楽が消えた。怖っ！この壁なんだ。壁が削れて穴ができている。画面を長押ししてみましょう。途中で離すと穴を掘るのをやめるので注意してください。そう、これが、今までの青鬼シリーズにはない新しい要素なんだよね、多分。こう長押しして調べるっていうアクション。ちょっとやってみようか。おー、なるほど。調べるのに時間がかかるんだね。その間になんか怒ったりっていうのもありそうだな、これから。さらに、なんか探索要素が強まったって感じ？厨房の鍵を手に入れた。なるほど。あれ隠れたしな、さっき。これは何？鍵がかかっている。六角形の穴が開いている。まあ、でも、どっちとも厨房ではなさそうだしね。なんで？くぼみがある。鍵がかかっている。鍵がかかってる場所が多いのかな？あ、厨房の鍵を使った。助けてくれ。うー、食べさせろ。ちょっと待って。今のどこまであったのかよ。オッケー、オッケー、オッケー。逃げるでしょ。これさっきの場所で逃げ切れんのかな。オッケー。これは隠れられたでしょ、多分。あ、怖い。足音する。え？あ、出てった？あー、怖っ。なんかあるのかな？水道がある。そんだけの部屋？
厨房の鍵使って入った割にはって感じだよね。なんかスタートって。あ、なんだこれ。なんかアイテム使ったりする場所なのかな。ベッドがなんか動かせたりするわけでもなく。あ、そっちも行けるんかい。鉛筆？え？びっくりした今のは。まさかのとこじゃん。これ同じ手って何回も通用するもんなの？いや、まだ来てるっぽい。あ、やばい。取って、一回スタートの方行ってみる。何がスタートか分かんないんだけど。え、これ閉じたりしてない？大丈夫か？あ、こうなってるんだ。じゃあこうやっとけばさ、延々と逃げれるんじゃね？ OK。 1、2、3、4、5。えい。釘抜きでいいのかな。使えるとこあんのかな。ここ何？怪しすぎない？おお！だよね。びっくりした。 だよね。怪しいと思ったもん。ここの作戦でいこう。待って。普通に怖かったぞ今の。鉛筆とかここか？で、このアイテムのとこで、このアイテムをタップすることで、どういうアイテムかっていうのを調べれるようになったんだね。六角形で握りやすい。頑丈な作り。六角形。六角形っていうので、今ひらめいたぞ。ここですよ、ここ。筒を使ってみると。差し込んだ。ぴったりとはまった。隣の箱の鍵が開いたようだ。いいね。なんだろう。お面。赤い鼻に違和感を感じる。お、取れた。赤い部品を手に入れた。やっぱりこんな感じで。アイテム調べていかないと。なんかアイテムからアイテムを得れることもあるんだね。赤い部品、スイッチのようだって書いてあるしね。おお、土台に取り付けてスイッチを押した。大丈夫それ？スイッチは電力不足で動作していないようだ。電力不足。ここか？違うな。ここか？鍵がかかってる。この場所で、なんかをしないとダメなわけだけど。この上とかは？電力操作盤のようだが、カバーに釘が打たれていて開けることができない。まあ、これだろうね。持ってるアイテムといったら。バッテリーを手に入れた。順調だよ、今のうち。これとかは？ただの消火栓とかなのかな？こっちには化け物がいる。え、化け物？ 化け物さっき来たけどね、押したから。突き破れたとこってもしかして通れるようになってんの？穴の奥が詰まっていて入れない。何か落ちている。あ、なんか落ちてる。空のペットボトル。使える場所って言ったら厨房の蛇口とかかな。ああ、なんとなくひらめいた。厨房の蛇口で水汲んできて、ここの汚れ落とすとかでしょ。違うかな。こう謎解きが繋がっていくのが面白いよね。こういうホラー系のやつって。多分水道でペットボトル使えんじゃないかな。も誰かのポイ捨てだろうか。OK、水入れペットボトルにできたと。で、あの汚れたとこに行こうかな。汚れたなんか台座みたいなのがあったとこに行ってからじゃないかな。ここじゃないかな。
これでどうだ。お、洗い流した。なんだこれ。え、ちょっと待ってよ。丸のボタンを押す。四角のボタンを押す。三角のボタンを押す。これ適当にやっていいやつか。一応一通り押してみる。適当でよかったの？ 適当でよかったのかな？ここら辺とかしかないから鍵がかかっている。ここは何も調べれないんだけど、入れれたりすんのかな？あ、入れれるんだ。一応何もないとこでも入るんだね。スイッチが動作した。隣の金庫のロックが解除された。セーブしとこう。怖い怖い怖い。セーブしとこう。あ、違う、隣の金庫って言ってた。お、これもしかして2つあるけど、使用するにしたら組み合わせる。交番への鍵でいいのかな。下のとこかな。お、いける。船内にこんな部屋が。あいつの足音が聞こえる。こっちには戻れないな。ヒロシ、助けてくれ。お、拓郎が。拓郎とミカと。やばいな。機械を操作して開けるそうですね。ちょっと待って、待って、急になんか、曲がすごいんだけど、なんかこれ何？ちょっと待って、ちょっと待って、十分に巻いてからじゃないとやばいわ、これ。やべえ、曲と、やべえ、緊張がすごい。これが長押しアクションのある理由か。絶対間に合わん、絶対間に合わん。待って、どういう風に巻いたらいい？どうするか。こう来るって分かって、いや、賢いな、ヒカキンさん、賢いな。こっち側で寄せて、オッケー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 。やってる間にここならいけんじゃない？あ、途中まで行けてるんだ。なるほど。行け。オッケー。危ない。ちょっとずつでもいいから上げていったらいいんだね。内側から回ってくるっしょ。あ、ダメだ。こっち全然ダメだ。もっと時間稼がないと。こっちはもう行けたってことでいいのかな。こっちはもう行けてるっぽい。からこう回らせて OK。 あと2回ぐらいこれを繰り返せばいけるかな。ギリギリまで耐えるぞ。よしよし、怖え。ちょっと待って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 、寄せてここまで。こっち来るね。 OK。お願い、最後まで行け。 OK、 開いたっぽい、開いたっぽい。動いてくれ。あ、危ねえ。下のとこだよね、多分。 OK、 ヒロシよかった、ここにいれば安心だな。キャー、うわ、いつの間に。え、え、ブンブン食べちゃうぞ、やばい。早く船内に逃げようよ。いや、ダメだ。たけしがもう走れそうにない。たけし、たけし何してんだ。お、おい、たけし。もう追いかけ回さないでくれ。ぶんぶん。え？え？なになに？え？どういうこと？うぎゃー。お、おいら。おいら泳げない。ばーいって。え？マジで？嫌じゃない、たけし。見直しましたよ。おい、どうしたんだけす。船酔いしたみたいだ。船を襲ったあの化け物が何だったのか、それは誰も分からなかった。ああ、これで終わりなんだ、ヒカキンさんモード。おお、マスク手に入った。
なるほど、これで本編もあれだね、マスク使ったらヒカキンさん青鬼になるってわけか。いやー面白かったな。結構短編だけどなかなかに面白いな。いやー青鬼シリーズの、まあ、最新作だけあって、まあいろいろな要素が追加されててね、まあ今あった通り、まあ、最後のあのスイッチのとこみたいな長押しでアクションするやつだったりとか、あと他には本編では、まあ、マップを見れたりとか、まあ、メニュー画面にマップっていうのがあったんだけど、まあヒカキン編では使えなかったけどマップがあったりとか、あと操作キャラ変更とか、でもあとあのアイテムを細かく調べるってやつだったりとか、まあいろんな要素が追加されてて、まあ面白いね。まあ青鬼シリーズの良さを残しつつ、まあ新しい要素もいろいろ増えてってるって感じで、まだまだね新しい要素、今新しいストーリーとかが追加されていってて、で2月9日にたけし編が追加されたとこなんでね、まあぜひねやってみてください。まあ、概要欄からねこのアプリすぐにダウンロードできるので、ぜひぜひプレイしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら。